アイビーということの今日全貌、どんなんがアイビールックやねんっていうこと。もうあのジャケット、ツイードのジャケットにボタンダウンのシャツにという、かっこいいですね。かっこいいですね。ガチッとミシンが入ったこういったブレザーだったりとか、うん、ローファーだったりとか、はい、皆さんこんにちは。メンズファッション TV 松はじめです。この番組では毎回メンズファッションの楽しさ、コーディネートのポイントなどをお伝えしていきます。さて今日はですね、なんとこちらのスタジオに高木浩一先生にお越しいただきまして、アイビーについて語っていただこうということで、高木先生今日はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。いや、ありがとうございます。高木先生、はい、あのアイビーって、ええ、名前は聞いたことあるけど、はい、いや一体何なんだろうって方もいらっしゃるんじゃないかなとか。そうでしょうね。あのアイビーの元々の意味はご存知ですか？アイビーって言葉なんですか？そう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 、意味が IVY、 はい、英語、これ日本語で何の意味かな。はい、何の意味なんでしょうか？そういえばそっから行きましょう。はい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 。アイビーってツタのことなんです。あ、そのアイビーなんですか？そう、本当に本当に、はい、だからあの、まあ皆さんもご存知のように、あのアメリカの古い大学、まあ、イギリスもそうですけど、あの欧米の古い大学ってレンガ造りで当たり前ね、古いから、うん、でそこにツタが絡まってる。あ、でもともと、まあ、あの諸説あるんですけど、アイビーリーグっていうのはアメリカンフットボールのいわゆる大学の競技会、うん、それをアイビーリーグと呼ぶ、まあ、いわゆる名門の私学ですや、うん、それの集まりの、だから歴史もあるし、当然そこに来る学生もやっぱり東海岸ですから、うん、いわゆるホワイト、アングロサクソン、プロテスタントと言われるアメリカのエリートですね。まあ、ええところの子ってやつですね。まあ、ボンボン平凡のボンの、そうそうそう、平凡のボンですからね、はい、なるほど、アイビーリーグってことで、それは、まあ、そのツタだったんですね。そうそうそう、ツタの絡まるような名門の大学の大学生のファッションというところで、これはですね、これもちょっともうだんだん忘れられて僕すごく辛いんですけど、石津健介先生はお名前聞かれたことあります？はい、はい、あの石津健介先生はもちろんですけども、はい、前回この番組でアイビーナイトっていうところに潜入させていただきまして、そやそやそや、あ、そうですね、まだ病気が蔓延してなかった頃ですから。そうですね、翔介先生にもお会いさせていただいて、そうそう、一度登場いただいておりますけども、ね、そうでしたね、はい、はい、でその翔介先生のお父様です、うん、石津健介先生。ところがね、これあのお父さんと、まあ、ご長男なんですけど、いわゆるあの1951年に、石津健介先生が終戦後天津に以前いらっしゃる、そこでファッションビジネスをやってた。甘栗の、あ、惜しいな天津は甘栗取れないんです、はい、このネタ古いね天津は取れた甘栗を輸出する港だったんです。だったんですよね、はい、アリババの時に先生お伺いしたと。 それで天津甘栗と勝手に名前がついてしまう。なるほどなるほど、はい、天津ってねすごい綺麗な町なんですよ、うんうん、まあ、そこにいわゆる戦前ですから、いわゆる行政の特別区があったんです。いわゆるフランスの地区、日本の地区、イギリスの地区、アメリカの地区と。でそこはいわゆる中国の権力が及ばないような地域だったんです、うん、そこで大活躍なさって、まあ、ファッションのビジネスをなさってたけど、まあ、残念ながら、大東亜戦争負けましたんで引き上げてこられてて、で51年に独立なさった時は大阪だったんです。おお、大阪だったんですね。そう、大阪が何ですか？はい、その時は石津商店だったんです。ああ、最初は、はいはい、で52年に、バンの会社を作られた、うん、その時に専務、あのずっとコンビでやっておられたんですけど、いわゆるあのデザイナーの方だから、こうお金の計算とかいうのをしっかりした人がいるじゃないですか。その人がね、偶然なんですけど高木さんっていうんです。お、高木さんに悪い人いないですね。いや、それは合ってますねで52年にバンできた年に僕が生まれたんです。お、大阪で、はいはいはい、石津先生と高木さんがやってる会社、なんかちょっとつながりがおかしい。そう、あのユニクロが昨日ですかね、40周年、うん、でユニクロが1号店出した翌日に綾瀬はるかが広島で生まれてたと。お、無理やり結びつけてたとまあ同じような話ですけどね、はい、ということで、まあ、話を戻しまして、これでですね、
IB につながるのは、イージス・センスが、まあ、あの終戦後あの米軍の通訳のお仕事をなさってた時に通訳に就いた将校がアイビーリーグ出身だったんです、うん、でそれでファッションの話が盛り上がって、でそういうアイビールックというスタイルがあるということを学ばれて、で60年代の大ヒットにつなげられる、うん、英語もご堪能な方だったわけですね。あ、ね、英語だけじゃなくて中国語、うん、だから天津やったから、あの石井先生はいつもね、中華料理屋、ニューヨーク あのいわゆる中華料理屋とか入るでしょ、ほんなら厨房に入っていって中国語で聞いて、材料聞いて、こんなあの料理作ってくれって普通に言うたはったんです。あ、すごいですよね。うん、うん、ということで、まあ、アイビールックではどんなんがアイビールックやねんっていうこと、うん、どんなんがアイビールックでしょう。まさにこんな感じではないでしょうか。そう、ちょっと意識してね。でもこれは21世紀です、はい、あのパンツの当時のあのスタイルではこんなパンツ履いたんさんかったし、まあ、それはいろいろな規制があったんですけど、そうです、コンブレ、それからボタンダウン、はい、で、あの塩杉先生もあのお酒のなと言うてありました。この IB のはどこからあのデザインとか持ってきましたって聞いたら、やっぱりブルックスブラザーズの商品工程バラバラにして、でそれを参考に作ったというふうな形で、これあのマスさんご存知ですか、写真集持ってます。あ、さすがですね。僕これ3冊持ってますね。おでね、これはニューヨークの双方にあるこのマクナリージャクソンっていう本屋さん、これあの大きい双方の本屋さんで、そこで買いまして、うん、ね、その時にこれあのパワーハウスブックスという、まあ、ニューヨークの有名な大きい本屋さん、そこがまあこれ版権コード出してはるんですけど、でその時に僕アメリカの友達にこれどない思うって聞いたんです。なんて答えたと思います、この本見せて。向こうから見たら、いや普通の学生のファッションじゃないのっていう感じなんですかね。それとも逆にものすごいかっこよく映った なんでこれが、その当初これ売り出されたのは64年、ちょうど東京オリンピックの前のオリンピックの年の時です。でその本がこんなに何十年も経ってアメリカで英語版が出る、で写真は当然ですけどオリジナルです。これね、アメリカ人のその服屋に聞いた、服好きな友達に聞くと、アメリカで50年代60年代に学生のスタイル撮ってる写真なんて残ってないんですって。まあ普通学生のスタイルを撮りに行かないですよ、日本でやったとしても。そうそう、考えてみたら何しに来てんのかなと。それもね、これまた言うと怒られるけど、一旦が夏休みでして、あんまり学生いないっていう。そう、確かにちょっと薄手の方多かったですね。そうそうそう、結構苦労してはるんですよ。だから後の方はあのマディソンアベニュー、まあ、いわゆるビジネス街ですね、あのみたいなところの写真であの構成なさってるし、そういう意味ではあの林田さんって素晴らしいカメラマンじゃないですか、この特にアビに関しては。でも、クロスと千引先生と翔介先生と林田さんと、まあ、もうお一人ぐらいいらっしゃったかな、それでこの大学を回られたんですけど、結局全部回れなかったというような失敗談があったんですけど、こんな当時はアメリカ人から見たらこんな写真撮ってないすんねんみたいな。まあそうですよね。自分のとこの国のこう事情で考えると非常に分かりますよね、うん、ところが今となってはすごい貴重な資料であるということで英語版が出されたということは、うん、はい、それについてあの伊藤志郎先生ってご存知ですかね、はい、あのメンクラの記事よく書いて、これあの伊藤先生にあの書いていただいたら、この柳の下の土壌を狙ったわけではないんですけど、テイク8アイビーになってます、はい、これどこが違うと思います。 8?、ね、うん、あ、これとこれの違いですか。そうです、そうです。この方々が今度は巣立った後とかですか。実は同じ林田さんがこれは長年アメリカのキャンパスを通り続けておられたんです、うん、でその膨大なあのいわゆる、資料があったのを伊藤志郎先生が選んで、それで解説をつけるということで、うん、あのこの辺見てもらうと分かりますよね。どう見ても夏休みです普通にそうですね、夏のあんまりいないですね、人も。そうで、これは
はそこで大きく、まあ、ちょっと悔しい思いがあったんで、こっちは、はい、あのその後に撮られたやつも合わせて、ほらちゃんとジャケットで対してたり、あその後ちゃんとそうそう、あずっと回られて、はい、8個全部の写真を揃えられて、これにまとめられたと。こだわりですね。こだわりですよ。ということは IB というのは、まあ、今お話したようにアメリカの東部の IB リーグが基礎になっていると。でですね、これアメリカ人、まあ、アメリカのファッションですから、アイビールックという日本語で作った、石津先生が作った言葉が、英語のちゃんと業界用語になってるんですよね。アイビールックっていうのはそもそも石津先生が作った言葉ってことですね。石津先生はあの言葉作るのすごいお上手だったんです。うん、例えばあの皆さんご存知のトレーナー、うん。あれ英語でスウェットシャツですよ。スウェットシャツって言うたら、汗のシャツ。それはイメージ、ポカリスウェットと一緒でよくないですよ。はい、外人聞いたら。うん、ね、それでトレーナーという言葉を作った、うん、TPO も石津先生、ね、そう石津先生と、まあこれが1964年に書かれた いつどこで何を着るかという本があった。今日はちょっと持ってこれてませんけど、その前の63年に、あのイラストレーターの穂積先生、そう穂積先生もう最近出てこなかった穂積先生が書かれた服の着こなし術の本があったんです。それがなんとですよ、ここ数年前にそのままの内容です。もう一度出てますね。おー。どない思います？何十年前の服の指南書が今も使えるっていうのはメンズファッションどうでしょう？変わんないですね。奥深いですね。すごいな。さあ、ここはね、レジストの一番大きな違いだと思います。そうですよね。はい、でここにね、僕これいろんな資料で目を通してるんですけど、一番的確やなと思う表現がありました。アメリカ人の言うアイビールックとは、アメリカンメールドレスコード from 1955 to 1965、 いわゆる1955年から65年の間の男性のドレスコードであると。あ、これが一番正しいかなと思います。どうでしょう。そしたらちょっと社会背景をお話ししますとね、はい、日本が負けたのは何年でした？45年。あ、45か。日本は東京は、まあ、もう焦土に、大阪もね、その上原爆まで落とされて、さあアメリカはどうでしょう。アメリカはもう潤ってますよね。そう、攻撃されたのは本土はゼロ、ハワイが一度あっただけ、うん、ということはアメリカの黄金時代は50年代60年代なんです。だから今と違って社会も中間層がしっかりしてて、豊かに、まあ、僕らが子供の頃見たアメリカのテレビドラマそのままやったわけです、うん、でその時代のファッションですから非常に豊かやし素晴らしい。さあここでアメリカに大きな変化が起こります。ベトナム戦争と聞かれたこと、いやもう非常に長いこの、まあ、泥沼のような戦いですね。そうです、黒いパジャマ着た敵に勝てなかったとアメリカ人は言ってるんですけど、うん、いわゆる戦争ってね、守る側と攻める側の比率というのは余談ですが、兵力として5倍の兵力がいるらしいです、うん、いかに守る方が強いかということ、ね、ベトナムはアメリカにも勝ったし中国にも戦争を勝ってますから、世界で一番強い国かも分かりません。ということでアイビールックという当時の、服装がいろいろ日本ですごい取り上げられて大きなブームになったということなんですね。で、ところがこのベトナム戦争はですね、だんだん拡大していって、アメリカの本土から遠い聞いたこともないような国にたくさんの兵隊を導入するわけですよ。ところがおっしゃったように全然勝てない、ね、そこで、まあ、先ほど1965年ぐらいまでのドレスコードって申しましたけど、60年代の終わりから反戦運動が盛んになるんです。うん、ヒッピーって聞かれたことあります？あ、はい、これが60年代の終わり、いわゆるもうベトナムでひどいことがいろいろ報道されてきて、うん、ね、まあ、映画にもなってるから皆さんもご覧になっていただけると思うんですけど、反戦運動で髪の毛を伸ばす、当時は全員アメリカ国民の男性であれば徴兵されたわけです、うん、徴兵されて最初にされるのは坊主です、か、あるいはクルーカットと言われる薄いスポーツ刈りのような、いわゆる短髪なんですよね全員、うん、戦争する人は。だから髪の毛を伸ばすということは
兵隊じゃないし戦わない、銃を持たないという象徴だと言われた。なるほど。というのでここでアメリカのファッションが大きく変化していくわけですよ、うん、だから長髪になる、もう T シャツにデニムのジーパンのみみたいなことで、いわゆるドレスコードという言葉がだんだん消えていきつつあるということで、70年代以降大きな変化が出てしまったんですね。だから、今申しましたようにアメリカで55年から65年前後のドレスコードをアイビールックと定義するということになってます。はい、まあ、そういうことですね。それはまあこのもともとはツタだったりで、そこの学生さんのファッションということで、うん、今日先生が着ていらっしゃるような、はい、いわゆる、ま、こう何ですかね、手縫いじゃなくて、ね、工業生産されたマシンメイドというか、うん、ガチッとミシンが入ったこういったブレザーだったりとか、うん、ローファーだったりとか、はい、そうですね。もう典型的なアイテムもあります、うん、今日はちょっと俺あの21世紀型からテーラードでもないし、はい、あの進化した形になってますけど、アイビーはね、いわゆる、まあ、アメリカントラディショナル、日本人に一番似合いますねと僕は思います、うんうん、というようなところでちょっと一つ余談、はい、映画の話。当然ですけど60年代70年代も含めて当時の時代背景にあったあの映画がたくさんリリースされています。その中で一番あの有名なのがあのグラデーション、グラデュエイトという卒業ですね、日本語で、うん、その映画があるんです。これあの1968年にあの日本で公開された映画なんです。ダスティ・ホフマンはご存知でしょう。はい、どんな人でしょう。かっこいい人です適当やな僕一遍だけ歌ったことあるの、ダスティ・ホフマン。あ、そうなんですか、うん、すごいですね。どこでおしたんですか。あ、日本に来はった時に講演会しはったんです、はい。お、僕それ聞きに行っただけでそういうことですね。あ、もっと自慢するのは、はい、あのニューヨークの映画監督って言ったら誰を思い出します。スピルバーグ。あ、もうちょっと世代上やったら、何でしょうちょっと疎くてわからないですけど、ウッディアレン。あ、はいはい、はい、ウッディアレンはご存知ですか、うん、ウッディアレンは僕話したことあります。お、それなぜですか。これ自慢じゃないですよ、はい、これね、あのウッディアレンってあのニューヨークのスモールラグジュアリーホテルの有名なところなんですね。イギリスの王族とか泊まると、そこにおしゃれなレストランがあるんです。そこでね、一時月に1回だけ、彼クラリネット好きやから、そこでライブをやってたんです、うん、ところがそのチケットというのは当然会場も狭いし、やっぱり観光客も取りたいから、なかなか手に入らないんです、うん、これは IB とそれますけど、ウッディアレンも IB のバリバリの監督スタイルだったんです。 で僕も彼に会いたかったから、その当時泊まってたニューヨークのホテルのコンシェルジュに、まあ、ウッディアレンの撮ってくれって頼んだんです。そしたら、いやもう絶対無理やと。でニューヨークも当時はあのダフ屋がいてますね。おー、いるんですね、どこの国にも。そうそう、どこの国でも。今はコンピューターやから難しいなったけど、当時はやっぱりこうてあのプレミアム払ったらもらえると。ダフ屋もやっぱり席数少ないから無理やったんです。それで、まあ、どうせそんなチャンスなかなかないじゃないですか。あの昔から憧れてたウッディアレンに直接、小さなレストランシーンもライブやしと思って、そしたらそのコンシェルジュはあの方法が一つだけ残ってるって言ったんです。お、どんな方法やって聞いたら、早いって並べて一番シンプルな方法です早いって並んで、キャンセル出た人が出るたびに一人ずつ入れてくれるっていうわけです。よくある話ですなるほど。で並ばれた、どれぐらい前に並んだらええのって言うたら、まあ、2時間以上やなって聞いた、ね、お、もうこれはもうしょうないなと思って、うん、それでダメなら諦めますやん。それで、並んだんです。そしたらね、こうなんか観察したら、ウェイティングバーがあるんです。ちっちゃいカウンター、そこが8席あったんです、うん、ということは僕10人目ぐらいやったんです。このレストラン空いたら 8人はそこ入れるわけですよ、うん、8人、はい、であとはキャンセル2人出たら入れるわと思って、うん、これでこう並んでて、そしたら8人入ったら僕2人目になって、だからこうそれ席をねこうやってる人にあの100ドルチップこうサンキューって渡したんです。どうなったと思います。優先して入れたんですか。椅子持ってきてくれました。あ
それでカウンター詰めさせて椅子1個増やして魔法のような入れてくれたんです。入れてくれたんですね、うん、こうしてそこにやっと入れたんです、はい、で入ってカウンター見て後ろ向いたらウッディアレンとそこのレストランの多分担当者は打ち合わせしてますね。おこう僕ここカウンター座って後ろですよ、はい、ほんで僕こう見てたんですわ、うん、そしたらウッディアレンおもむろに僕に言ってくれましたが、なんて言ってくれたと思います。何ですか、あもう遠いとこから来てるの分かりますよ。ああそうですよね、日本から来てるの、まあ、ようこそとかそんな感じですか。 Don't take a picture、 写真撮んな、うん、まあこうみんなこう撮りますやん、うん、でもそれでいっぺんにそいつ嫌いになったんですよ。なんで写真ぐらいあかんねんって。まあ1万円渡して正規の金も払ってきてん、それも日本から来てるのに、はい、Don't take a picture。 なるほど。それがね、というしょうもない話でちょっと、はい、8分ほど撮ってしまいましたけど、はい、カットになるかもしれないですか。カット、はい、まあそういうことで、はい、その映画、そうこれねいつでも見れます。もう今映画もタダで見れますやん、サブスクでね、サブスクで見れるし、アマゾンでしたらメンバーのプライムの方やったらそのまま見れます。その中に今言ったグラデュエイト卒業っていう、これすごい典型的な話で、地方の、企業経営者の親友同士の2人の家族があって、はい、長男が東海岸の大学が卒業して帰ってくるっていうとこから物語が始まります。バリバリアイビーなわけですね。そうそう、もうジャケット、ツイードのジャケットにボタンダウンのシャツにという、かっこいいですね。かっこいいですよ。それがダッセン・ホフマンなんです、うん、若いですよね、まあ、大学生でやるぐらいから卒業したとこ、ダッセン・ホフマン、若いダッセン・ホフマン、ね、68年ですから今真っ白になってますけど、で彼がちょっとややこしいんですけど、昔からこの共同経営者やからお父さん同士仲いい、はい、それで彼の帰ってきたのをその家族全員で祝ってくれるわけです、うん、素敵な話ですね。素敵な話ね。それで、そのパートナーのとこには娘さんがいらっしゃるんです。はい。まあ、まだ卒業して帰ってくるんだけど、ちょっと時期がずれると。うん、でまずそっちのダッセン・ホフマンの方のお祝いをするということで、うん、映画が進んでいくと、そのパートナーの奥さんが彼を誘惑するんです。あら。どうします？奥さん側からですか？そう。あら、年上の女性に誘惑されたら、あなたは22歳としたら、コロッと行きます。行きますよね。行くでしょ、行くでしょ、ね、そうで、これはもう恋愛映画やから、で彼はその秘密の誰にも言えない恋愛を続けるわけです、うん、でそこに娘が帰ってくるんです。おそしたら親同士はこの2人を結婚させようと思ってデートしろデートしろと言われて、ダッセン・ホフマンはお母さんとそういう関係になってるから娘にこう意地悪するんよね、うん、でもう興味を持たさないようにするんですが、映画が進んでいくとお互い引き合うわけ。映画ですね。映画ですよ。どう思います？若い僕68年ってことは多分高校ぐらいだったと思うんですね、うん、で音楽はサイモン・ガーファンクルのデビュー版、うん、もうかっこよかったですよ。でややこしくなって、はい、でまあいろいろあってですね、2人は別れるわけです。どことどこですか？いやいや、お互い引き合うんだけど、うん、お母さんのことがバレたりして、うん、もうあ別れるんですね、そこで、はい、でこの彼女のが新しい夫を見つけて、うん、結婚式を挙げるわけです、はい、ここが有名なラストシーンで、その結婚式場にダスティン・ホフマンは一人で乗り込むわけ、はい、ほいで花嫁を手にして二人で逃げるわけです。はい、これ若い僕はうわすかっこええな、真実の相手こんなんやと思って、で彼女の花嫁姿のまま二人でバスに乗ってどっかに行くのとこで終わりなんです。これが有名な卒業のラストシーンなんです。どう思われます？
いやまあ若い時に見るとかっこいいでしょうけど、この年になるとそう、まあ、だから子供があるじゃないですか、はい、もし松さんのお嬢さんがいてて、まあ、多分若い僕でもよろしいやん、まあ、こうしてパートナーがいてて、で実はパートナーや思ってたらその息子が嫁はんと、ね、できてたえらいこっちゃですね僕も今大人やから、ね、はい、うちの嫁はん寝取り上がってなりますやんその上に、その上にですね、ちゃんと幸せな結婚式やってる時に別れたやつが一人乗り込んできて暴れて、で娘またついて逃げていっきょったと。こんな父親の立場からしたらね、嫁はん寝取られて娘入れされて連れて行かれてどうなるか分からへん、幸せ壊されてっていう風に、映画の楽しみ方はたくさんあります、ボタンダウンの話から隣の娘の話になりましたけど、まあ、世の中ってそんなもんですねそんなもんですね、そうですね、はい、そんなポイントについてもちょっとね見つつ、アイビーもチェックしつつということで、この話は人の嫁はんで取るのじゃなくて、そのダスティ・ホフマンのアイビースタイルがかっこいいということをお伝えしたいですね。いいですよね、そうやって映像にしっかり当時の再現したものが残っているから今また見れるわけですし、はい、鑑賞すると同じストーリーでもこいつ殺したいなと思ういうふうに、はい、まあ、自分が成長したのかって分かりませんが、はい、というふうに、このメンズファッション TV の IB 編は、社会の変化とともにファッションも変化していくと、それとちょっと人生の学ぶところも入れながら、うん、続編をまた、あ、続編も撮っていただけると計画しておりますので、わ、はい、かりました、懲りずに見てくださいはい、ということでこの後続編を撮ると思うんですけども、はい、はい、ということでね、はい、アイビーということの今日全貌第1回目だったんですけども、もっとね詳しい情報をお届けをね高木先生にいただこうと思っています。ぜひねこの番組が少しでも面白いなと思っていただいたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録もいただけるとね最新の情報が届きます。で、高木先生なんか売れ続けてる本があるというふうに聞いたんですけど、おかげさまでアパレル業界の仕組みとビジネスが分かる本ということで、まあ、教科書採用していただいてるんで、すごいですね、毎年4月になると売れるという、まあ、4月には学生の手元に届かなきゃいけませんから、か、まあ、3月2月に少しな、おかげさまで長く皆さんのおかげで売れてますので、いや、アパレル雑誌なのかもすごいですね、もう時々こうポツポツと1位になっているということで、ああ1位はまだ届いてからないんですけど、はい、たまに浮いてきます。あ、ですよね、はい、はい、このビデオも一緒なんですけど、はい、いわゆるコンテンツっていうのは一度こうして作るとこういつか違う人の役に立ったりするじゃないですか、うん、2年半前に書いた本が今年の春にまた役立ってたりしたら、やっぱり書いた方が一番嬉しいですよね。そうですよね、うん、そのために書いてあるんです。うん、まあ、この役に立てへんと思いますけど、この今日のコンテンツはでもちょっと面白かったなと思ったら、ぜひ続編もね、はい、ご覧になっていただけましたらと思います。ぜひね、そしてね、また次回の動画でねお会いできたら嬉しいなと思います。いいねボタン、チャンネル登録、またコメントもね、アイビーについてということで、何かね、アイビー聞いたことあったけど、うん、とか、もしくはこんなところアイビーこだわってるって方のご意見もね、ぜひお待ちしておりますので。はい。ということで、さて、明日の日曜、次回の動画でお会いしましょう。ちょっと長尺になりました。